谷川さんはさ、ちなみにこの間コウ自体天心って見たんですか、うん、あれはどう思うんですか、谷川さんからコウ自体天心、うん、あれどう思うもんなの。いやだから、まあ普通に天心といえども、うん、はい、あのすごい練習した人が守りに徹したら倒せないですよ。やっぱ倒すっていうのは、あの倒れるっていうのは見えないパンチだとか、はい、あの不意ね、あのコンビネーションでなんか脇が開くとか、はいはいはい、なんかね顔が開くとか、はい、いろいろそういうのが基本的にはあんまり見えてないっていうか、はい、ハイキックとかなんかで倒せるっていうのは、はいはい、でもそれは見えてないのは、なんで見えてないかっていうと技術もさることだから、やっぱり攻撃してるから見えなくなる瞬間があるじゃないですか。でも工事はやっぱり本当守りに徹してるから、あの天心といえどもあの倒せないっていうか、なんだろうな、あのね、俺は分かんないんですけど、それは人の見方なんで、あのテレビの解説は倒れない工事すごいですねっていう論調で解説してたんですね。で俺はテレビを見たりで普通試合を普通見る、後でテレビを見て、うん、こんな解説してんだと思った。いや僕はそんな解説しないですね。なんでさそっち側で喋るんだろうと思って。僕はそんな解説しないですね多分。ああ。僕は逆に言うと生で見てテレビは見てないんですけど、うん、僕はあこうなったかみたいな感じで、はいはいはい、だからなんていうかな。本当こうなったなっていう試合ですよ。だって間を詰めないんだから、それは天心だって届かなきゃあった、うん、ね、うん、当てるっていうか、そのノックアウトまで至らないの、うん、しょうがないもんね、うん、あれだけ守りに徹せられたら、ね、いやしかも練習してる人がね、素人がね守りに徹してもしょうがないけど、そうですね、技術やっぱり浩二選手なんて技量があるわけ、まあ、トップの選手だからね、うん、でもそれでもだって最後ドロップキックまで天心出すわけじゃないですか、うん、これ天心すっごいなと思って俺は見たんだけど、うん、テレビを見たら、うん、コーチの打たれ強さがすごいっていう話になってたんで、打たれ強さすごい、いやすごいんだけど、え、うん、そっち側って見るのっていう、うん、ちょっと俺は、うん、ちょっとそう思っちゃったっていう。やっぱりその前の大晦日の、エバタ選手とか、エバタって強いからね、普通に強い、だからやっぱり天心との力量のさ圧力とか、うん、はい、やっぱり攻撃してたらもう全然違うスピードで、はい、あの見えないところから飛んでくる速さとか、はい、ああ天心の凄みは見えたけど、天心の凄みがまあ見せられなかった試合だなっていう。あ、なるほど。あの僕谷川さん、その話で言うとこれね、技術とか例えば江端選手も強い、天心も強い、それは分かるんだけど、あのこれいい悪いの別として、江端選手は良くも悪くも後楽園ホールクラスでしか試合したことないじゃないですか、うんうん、それがライジンとか、まあ、あの1万人クラスでやると、うんうん、やっぱり戸惑うんじゃないですか。いや戸惑う戸惑うですよね。それは戸惑う、だから舐めちゃダメなんですよ。そうですよね、客とかなんか分かる分かる、ね、だから強い弱いっていうのなんていうの、舞台度胸と勝負度胸っていうのがある、そうそう、あると思うんだよね。いや大舞台を舐めちゃダメなんですよ。そうですよね、そう思います、うん、だからもう完全にね、僕ね、江端君に、江端君は伊原会長の弟子なんですね。だから変な話、こんな僕でも時々挨拶に来たりするんです。おーおーおー、思いっきり言ってやってもね、もう人生変わる時にあれはないだろうっつってそうなの、そう、あんな試合舐めてるよっつって、あーそうか、客とかなんかを、なるほど、ここで一回何か爪痕でも残したら、うん、あのエヴァが兄弟というのがガッと人生変わって、ね、あのなんていうんですかね、あの三浦春馬とかいて、なんかいいチャンスを作ってもらってるのに、あれじゃダメだろうっていうっていうのを思いっきり言いましたよ。なるほど、いやでも格闘家ってそんなもんなんじゃないですか。いやいや、そんなもんじゃダメだ、まあ、悪い言い方かもしれないけど、うん、そんなもんじゃダメだ、ダメな、まあそうだね、そうな、まあ、そうか、なるほど、そうか。僕がね、うん、あのまあこのこと言うのはあれですけど僕興味としては、僕がプロデューサーだったら、バラさんの立場だったら、はい、僕いかに天心やっつけるか考えるね。なるほど、もう探してくるね、うんうんうん、天心を
痛めつけることしか考えないです。いや、そうしないと天使やめちゃうよ。そうですね。だからまあボクシング行くとかやめちゃってるわけだから、そんなこと言われるんだったら、うん、っていう感じがあります。なるほど。僕はなんかこう外人でもなんか日本人でもまあ徹底的に天心を、ね、逃がさないような相手をなんていうのかな、あの当てますね。あ、天心とかなんかってね、やっぱ難しいんですよ。難しい。あんだけ優れたやつがいるんだけど、僕らプロモーターからすると天心の体重ってね、ヨーロッパとかアメリカに行くとなんかね、10代とか高校生だとか、なるほど、女子とか、うん、みんなやっぱり70キロ以上あるんですよね、うん、グローバルスタンダードではちょっと、そうだから難しいけど、うん、でもやっぱりそれでもタイとかね、南米とか絶対いい選手いるはずだから、なるほど、ああいうのを僕は天心に当てて、天心をもうちょっと楽しませたいですね。彼自身を、いや、あんなに日本人ばっかりだとつまんないでしょ。うん、いや、マサト君とかなんかだってやっぱりさ、アルバート・クラウスが出てきて、ブアカウンが出てきて、アンディ・サーが出てきたら頑張ったんですよ。確かに、ペトロシアンも出てきて、ペトロシアン見たとき、俺これ勝てるかなっていう、体重2キロ減ったって言ったもんね、ペトロシアン見ただけで。あ、すげえ。でも、だから頑張るんですよ、選手は。いや、マサトみたいなやつは。で、天心を頑張らせるには、やっぱりね、天心に勝つやつを本当探してあれしないと。僕だから一番興味あるのは、ライジンで一番興味あるのは天心を倒すことですね。僕が興味ない。あとちょっと申し訳ない、あまり天心と馴染みもないし、よく分かってないんで、それぞれの魅力がね、はい、全然僕が触ったことない選手なんだけど、天心には興味ありますよ、一番。まあ、メイウェザーもやったし、はいはいはい、まあそうですね、うん、これは僕シーザーさんのインタビューしたんですよ、うん、そしたら天心のお父さんがね、うんうんうん、シーザーさんがなんかシュートボクシング時代、現役時代に何かで入院したことがあるんですよ、うん、そしたらシーザーさん、天心のお父さんが、うん、どうなったか、そのシーザーさんとお知り合いの方と、うん、なんかカバン持ちかなんかをしてたらしく、当時、うんうんうん、で、入院、お見舞いに来たんです。で、シーザーさん、まあ、で、天心がこうなって、うん、シーザーさんのところに来て、あの時覚えてますか、うん、シーザーさんのところに来たと、うん、いや、ごめん、覚えてないわっていう話になって、でも一応、天心のお父さんも、うん、そういうふうになんていうの、こう、なんていうんですかね、格闘技界にこうその当時から触れて、うん、シーザーさんに憧れみたいなの持ってたってことじゃない、うん、だから俺はそれが嬉しいなと思って、うん、ちゃんとこう繋がっていくなっていう感が、うん、まあでも井上尚弥とか天心とかね、ヒロヤとか中の人ってみんな親父が好きだよね、まあ、そうそうそう、親父が手塩にかけて育ってる、ね、確かに確かに、まあ亀田のうちもそうですけど、亀田もそうだけど、みんな僕より年下なんだよな、親父が嫌になっちゃうよ。そうか、うん、まあ、谷川さんにもね、それなりの子供さん、お子さんがいれば面白かったのに、いやいや、そういうことじゃなくなんていうのかな、もう世代を感じますね、うん、ね、天心なんか僕も紹介された時はもう本当まだ出だしの頃っていう、一緒に写真撮ったことあるよね。まあこんなになると思ってない、ね、こんなになると思ってない頃に、すいませんみたいな感じで、まあ、でもあれはすごいよ本当に。だから僕は今興味あるのは天心倒すことだな。僕だったら倒してやる。なるほど、ね、倒してやる。ホラさんがさ、天心枠くれないから僕。天心枠くれたら僕絶対倒すけど。なるほど、うん、それは面白いけど、わかりました。じゃあさ、次、週刊プロレス、はい、次241号、アバヤプロレス、もう未練なんかないぞ、ダンプン松本さん、うん、いきなりさ、なんでこれ、まあ、ダンプさんももちろん辞めるっていう号なんですよ。だけど、
こうさ、週刊プロレスって女子プロレスらはあんまりならないじゃん、この段階では。まあ、このあと女子プロレスの人気が出てきてからわかんないけど、この時はなんで山本さんだったの？そんなもん笑ってるじゃないですか。はい、ショー大谷のネットチューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね、 LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。ネット塾、格闘芸術を33倍楽しむ。いや、これね、オンラインでやるので、要はネットだからネットっていう風にしたんですけど、共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。